技入特選隊緑姉さん。ご連絡ありがとうございます。はい。えっと、ちょっとすいません。第一希望で行きたいところなんですけど、第三希望でちょっと、まあでも来週なんないとわかんないみたいなんで、できれば、まあ希望としては僕、平日だと助かるんですよね。<laughs> まあね、サラリーマンと僕のこの自由のこの違いですよね。まあ土日はね、 まあ、あんま動きたくないですよね。<laughs> 平日動きたいっていう。ね、みんなが活動しているときにっていう。<laughs> そう。まあ、あのー、まあ、渋滞することはないですけどね。<laughs> まあ東京と違いますから。そ<う>まあ、一応、あの来週、その13から15で有給を取れるかもしれないっていうことなんで、もし取れそうだったらちょっと連絡ください。 で、まあ、あの、すぐ売れないと思うんで、あの、今月きついようだったらまた機会設けますんで、でそれでいいですかね <laughs>。ま、13から15で平日、有給もし取れるようであるならば、ちょっとご連絡いただいて、まあ、無理そうであるならば、あの、まあ、R34 を手放す前には行きますから。はい、まあ、あとね、まあ、ちょっとま、気になったのが、ま、ね、その、なんだ。 だいぶ反対されてるっていうことなんで <laughs>。これ、ばれたと、ばれることはないかもしれないですけど <laughs>。まあ、いろいろありますからね。うんそん。まあ、確かにこれ言われると、まあまあ、人とね、そんなに会うのはね、まあ、しかも僕がね、よそ者じゃないですか。よそ者なので、<laughs> まあ、もちろん義乳特選と緑のやつさんは、うん、ね、気にしてないとは思うんですけども、やっぱりね、周りの目っていうのが世の中にはありますからね。 まあ僕は周りの目を気に,気にせず生きてるんであれなんですけど、まあ、ちょっといろいろくみ取らせていただいて、あのー、まあ、た、さすがに来年とかだったらね、あのー、まあ、どうだろうな、医療従事者っていうことなんで、来年でもわかんないですけど、まあ奥様の考え方が変わって、まあ、家族でもね、まあ1年半も外食してないってことなんで、まあ、家族で外食してないのに僕と行くのはどうなのかっていう。 ちょっと気が引ける部分もありますんで。まあ、あれね、僕、あの、R34 に関しては、1年間動画を撮ろうと思ってるんですよ。で、来年までに売りたいなっていう。で、まあ、希望価格でなかったら、まあ、もうちょっと置いて、また価格が多分上がると思うんで、上がった時にまた出せばいいかなと。で、今持っていくと、多分業者さんだと2000万、ちょっときついんですよ。まあ、全国探せば2000万でいける業者はいるかなちょっとわかんないですね。 今だとちょっときついです。ただこれが、カーセンサーとかでも4000万、5000万とか、そういうのが、もし価格が出てきたら、僕の希望価格で業者でもいける可能性はありますけどね。うん。ただそのまだ25年ルールがあと3年ぐらいかかるんで、うん。まあ、とりあえず売るっていう目的で、まあ、売ることは確定してるんだけども、あの、別に売れなくても売れなくても、<laughs> <laughs> そう。 ただね、あの、やっぱね、売るって決めたから動画撮りやすいですね。うん、R34 マガジンね、車の動画結構アップロードしようかなって前から思ってた部分あるんですよ。やっぱあの車は結構アクセスはロングで、ね、資産になるあのキーワードというか、あのものなので、全然撮ってなかったんで、まあ、売るっていうことを決めればね、決めればなくなるわけですから、なくなったら動画撮れなくなるじゃないですか。 で、あれを所有して動画撮れる人ってほんと少ないので、うん、他のなんかね、お金払えば買えるものであるならば誰でもレビューできるんだけども、あの車をレビューできるのは動画でしかもね、バンバン撮れるのは僕ぐらいしかいないんで、日本に。だから今のうちちょっと色々と撮っとこうかなっていうところですね、まあ。売る前に動画資産だけは作っとくっていう。<laughs> うん まあでもこうずっとやっていく中でまあ動画経由でねお対せ来たらまたそれもそれで面白いしまあそのお対せ来た人が動画撮れるんだったらそれでコラボで動画も撮れるしなんかあの面白いなと思いますけどねうんそうまあそもそもずっと乗る予定の車だったんでうんはいまあ時間に関しては全然この9時半から18時の間で全然大丈夫ですから うん、はい。はい。ということで、一応来週になったらまたご連絡いただければなと思います。で、取れなかったら取れなかったでそれでいいので、また次回にあの回す形で大丈夫ですかね。はい。来週、来、来週、来週っていうのは、来週、来週ってのはいつだうん。来週ですよね。はい。来週っていうのは、来週っていうのは、来週っていうのは、 来週って、4日の週ってことで大丈夫ですかですよね、多分ちょっとまたご連絡ください。はい。ということで、また。